ていただきます。はい、妄想されると溶けてきそう。水色担当の小江も静香です。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。多分もう撮ってると思うんですけど、写真と動画はもうバンバン撮って大丈夫なので、よかったらあの後ろの方も撮ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はいはい、撮った写真や動画はあの YouTube だったり、Twitter の方にハッシュタグ妄想、あ、違うわ、ハッシュタグ今宵も静かって入れて投稿してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。いやー、じゃあ次の曲いっちゃいます。聴いてください。恋の呪縛、あ、17の夏。私を変えていいのよ、泣いたりしない、眩しさが好きなのよ、正直になれるから、心の内の全てを打ち明けられる、こっちへおいでと、あなたが言うから、
ということで、あ、はい、はい、ということで、はい、この後物販がすぐあります。多分あの後ろの方でやりますので、初回写メが無料となっておりますので、よかったらあの遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、あと次回告知をさせていただきたいんですけど、今週の日曜日に次のライブがあります。場所は秋葉原カラーズさんととかです。はい、よかったら調べてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、 あの最後の私の挨拶の時に最後に一本締めをしてほしいので、お手を拝借、カメラを持っている人もお手を拝借お願いします。以上、私が小山静香でした。よー、ありがとうございました。この後も楽しんでいってください。ありがとうございました。さようなら。